こんばんは、ベルベージュの佐々木です。本日もウェブスターに掲載する商品をご紹介させていただきます。これから紹介する商品が明日11日夜の9時に掲載される商品となっております。最上帯金額等の問い合わせは掲載後にウェブスターの方までお願いいたします。詳しくは下の概要欄をご参照ください。本日も T シャツからですね、ご紹介させていただきます。はい。最初にこちらですね、ボディの方がフルーツですね。サイズ表記がラージとなってます。で、黒ボディのミッキーティーですね。蓄光プリントっぽいような感じですね。で、発泡な感じでプリントされてます。はい。程度は問題なさそうです。で、AT のラージ表記ですね。身幅はちょっときつめなサイズ感です。着丈はちゃんと残ってます。こちらでお値段が6800円と消費税です。続きまして、トイストーリーティーですね。ボディの方がオニータです。サイズ表記の方が XL となっております。白ボディにトイストーリーですね。定番で人気なグラフィックじゃないでしょうか。全体的にボディはちょっと薄くなってるかなといった感じです。で、フロントですね、細かく見ると薄汚れは見受けられます。はい。で、バックは無地の仕様となっています。XL 表記で自分がゆったりと大きく着用できます。こちらでお値段が39,800円と消費税です。続きまして、ムイビーティーですね。タイタニックです。タグの方がこちらですね。で、サイズ表記の方が 3XL となっております。で、ネイビーボディにタイタニックです。しっかりこちら98年のコピーライトも確認取れます。全体的にこちらも着用感は見受けられるかなといった感じです。で、サイズ表記 3XL ですね。大きいサイズをお探しの方にはめちゃめちゃおすすめだと思います。自分がガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてジュラシックパークですね。タグの方がムリーナですね。で、サイズ表記の方がちょっと見受けられないですかね。で、こちら97年のコピーライトを確認取れます。で、黒ボディにですね、オールオーバープリントでジュラシックパークのキャラクターたちが入ります。左スト部分ですね、ザ・ロストワールド。はい、めちゃめちゃいいですね。アメリカとかで人気高そうなグラフィックの一点です。で、サイズ表記なかったんですけど、実寸でラージぐらいはあるかなと思います。自分がゆったりと着用できます。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続いてこちらですね。こちらもムービーティーです。サイズ表記の方がラージとなっております。はい、で、こちらの映画の一点となっております。はい。バックにグラフィック入ってフロントですね。胸元にユニバーサルですね。こちらに関しては程度かなり良さそうです。で、サイズ表記ラージでこちらも自分がゆとりを持って着用できるサイズ感となってます。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてお供物ですね。最初にこちらマニックストリートプリーチャーズです。タグの方がこちらですね。UK のバンドです。で、フロントですね。メンバーのグラフィックが入ってバックですね。はい。で、ツアーものですかね。はい。あまり自分はちょっと知らなかったんですけど、グラフィックかなりイケてる一点だと思います。で、ネイビーボディですね。細かく見るとこういった、小さい小穴は見受けられますが、全体的に見るとそこまで気にならない程度かなと思います。表記あったとしたらこちらもラージぐらいですかね。自分がゆとりを持って着用できます。で、こちらでお値段が 35,800 円と消費税です。続きましてカートですね。ボディがアンビルです。サイズ表記が XL ですね。で、黒ボディにこちらですね。はい、定番のグラフィックです。で、こちら2002年のコピーライトとなってます。で、バックは無地ですね。全体的に薄くフェードしているような状態となってます。Excel 表記で自分がゆったりと大きく着用できます。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。はい、続きまして、レージですね。ボディの方がフルーツです。で、サイズ表記がラージですね。で、赤ベースにこちらレージの定番のグラフィック入ります。ただこちらバックが入る一発珍しい個体となってます。で、状態としましてはバックですね。こういった感じでちょっと細かい小穴は見受けられます。ただこの辺の雰囲気として見ていただけたらそこまで気にならないかなと思います。ラージ表記で自分がゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 35,800 円と消費税です。続いてもレージですね。ボディの方がジャイアントとなっています。で、サイズ表記の方がちょっと薄れて読み取れなくなってしまっております。で、赤ボディですね。フロントに大きくグラフィック入って、こちらは2000年のコピーライト確認取れます。
で、バックもですね、こういった感じでグラフィック入ります。はい。まあ、年代浅いこともあって、状態はかなりいいです。で、表記あったとしたら XL はあると思います。自分がゆったりと着用できます。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きまして、オフスプリングですね。ボディの方がジャイアントの XL 表記です。で、グリーンボディのスマッシュですね。はい。このグラフィック好きな方多いとこかなと思います。こちらも全体的に気持ちですね。フェードは見受けられますが、ダメージとは見受けられないです。で、サイズ表記 XL でこちらも自分がゆったりと大きく着用できます。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いて9インチですね。タグの方がオールスポートとなってます。で、サイズ表記の方がラージですね。はい。このグラフィックめっちゃいいっすね。かっこいいっす。で、バックにもですね、9インチのグラフィック入ります。白ボディですが、目立ったダメージだったり汚れとは見受けられないです。ラージ表記で自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続きまして、スマパンのメロンコリンですね。ボディの方がタルテックスです。で、サイズ表記の方がラージとなっております。で、定番のグラフィックですね。ほんとかなり辛い一点だと思います。で、こちらバックもですね、入ります。めちゃめちゃ雰囲気いいです。こちらも全体的にですね、気持ち、フェードしてるかなといった状態です。で、サイズ表記ラージで自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段の方が 59,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。スヌープドッグです。でちょっとタグの方は欠損している状態ですね。で、フロントですね。フォトが大きく入って、スヌープドギードッグと入ります。で全体的にですね、ボディがフェードしてスミグロっぽくなっている雰囲気、かなりかっこいいと思います。バックは無地ですね。で、身幅が広めの、着丈は短めですね。いい感じのシルエットだと思います。実寸で L アップはあるかなといったサイズ感です。こちらでお値段が 98,000 円と消費税です。続きまして、シャツ類ですね。最初にポロシャツです。80年代のヘインズのタグですね。サイズ表記がラージとなっております。で、こちら50-50のボディですね。で、白ベースにですね、左胸に、はい、こちら、プリントが入って、バックですね。バックにも入ります。状態めちゃめちゃいいですね。水も数回程度しか通ってなさそうなミントコンディションです。で、サイズ表記の方がちょっと見受けられなかったのですが、実寸でラージ程度ですかね。自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 6,800 円と消費税です。続きましても半袖のシャツですね。タグの方こちらです。で、サイズ表記の方がミディアムとなっております。で、こちら赤ベースのですね、コットン 100% の解禁の仕様となってます。地図柄ですかね、こういった感じで入ります。はい。まあ、コットンなんでもガシガシ洗って着れるので、夏とかにめちゃめちゃおすすめな一点です。ミディアム表記で自分が気持ちゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 6,800 円と消費税です。続きまして、ラルフローレンですね。タグの方がこちらです。で、サイズ表記の方がラージとなっております。こちらも 100% コットンのボディですね。で、緑ベースにペイズリー柄のボタンダウンの仕様となってます。ポケットはつかないシンプルな仕様ですね。この辺インナーとかでレイヤードとかで使ってもいいんじゃないかなと思います。ラージ表記で自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 6,800 円と消費税です。続きまして、LLBeanですね。タグの方こちらで、しっかり USA 製の一点です。で、サイズ表記の方がですね、17となってます。で、こちらもボタンダウンの仕様ですね。はい。ちょっと濃いめのベージュといった色味でしょうか。はい。程度に関しては問題なさそうですね。表記17で自分がゆったり大きく着用できます。こちらでお値段が 6,800 円と消費税です。はい。続きまして、こちらですね。タグの方がこちらでミディアムとなってます。で、こちら 100% ナイロンのですね、まあ、テロテロのシアサッカーみたいなイメージですかね。かなり軽めで着れるような一点です。はい、で程度に関しても問題なさそうですね。で、サイズ表記ミディアムで自分がゆとりを持って着用できます。この辺女性の方とかさらって着たらいいと思います。でこちらでお値段が 6,800 円と消費税です。続いてこちらめちゃめちゃいいっすね。こちらピルグリムです。で、サイズ表記の方がラージですね。で、こちら 100% コットンで、まあ何柄って言ったらいいんですかね。こういった感じで柄が入って、こちらに関しまして、ほんとワンウォッシュぐらいなミントコンディションです。で、しっかり3点止めの60の仕様で、ボタンダウンなのに、
こちらラウンドではなくボックスっていうめちゃめちゃいい、かなり気の利いた一点だと思います。でサイズ表記ラージですね。自分がゆとりを持って大きく着用できます、はい、めちゃめちゃ気の利いたシャツです。でこちらでお値段が 15,800円と消費税です。はい、続きましてスウェット類のご紹介ですね。最初にこちらディズニーのタグです。でサイズ表記の方がちょっと薄れて読み取れなくなっている状態です。でグレーボディにグーフィーのグラフィックですね。はい、でまだブリーチの通っていない綺麗なグレーボディです。状態もかなりいいと思います。表記厚としたら XL ぐらいですかね。自分が大きくゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてもスウェットですね。こちらヘインズのウィンドシールドです。いいタグですね。サイズ表記の方がミディアムとなっております。で 95% コットンの 5% アクリルのボディですね。60年代後半頃のボディですかね。肩は内縫いの仕様となっています。で状態なんですけど、こちらにですね両サイド小穴が見受けられるっていうところと、もともとグレーボディにブリーチをかけたような感じなので、ちょっとムラ、グレーのムラが残っているような色味となっております。で表記通りミディアムといったサイズ感ですね。自分がピタッとなるぐらいのサイズ感です。こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてラルフローレンですね。タグの方こちらで表記が XL となっております。でこちらは 82% コットンの 18% ポリの配合です。でダートマスグリーンの色味にですね朱色のスモールポニーが入ります。こちら多少着用感見受けられますが、目立ったダメージ汚れとは見受けられないです。 XL 表記で自分がガバッと大きく切れます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェットパーカーですね。タグの方は欠損している状態です。でボディの色味がグレーですね。程度はかなりいいと思います。肘部分にですねうっすらとシミ汚れが見受けられる程度で、その他はダメージ等は一切見受けられないです。でタグの表記あったとしたらミディアムぐらいですかね。自分がピタッとなるようなサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてメキパを1点ご紹介させていただきます。タグの方こちらですね。でサイズ表記がダブル XL となっております。で色味がですね、こちらチャコールグレーベースに白と蛍光の緑の色味となってます、はい、程度は問題なさそうですね。ダブル XL で自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてスペシャルなモヘアですね。こちらタグ最高ですね。ロードジェフのものです。でサイズ表記の方がミディアムですね。 65% ウールの 35% モヘアの配合となってます。で色味がベージュですかね。でしっかりパイピングも同系色使われていてポケ付きです。でそしてこの毛足の状態ですね、はい、モヘアとしても極上じゃないでしょうか。言うことない一点ですね。でミディアム表記ですが、縮みは一切入ってないですね。実寸で L アップあります。自分が全然大きく着用できます。でこちらでお値段が 69,800 円と消費税です。続いてベストを1点ですね。タグの方こちらですね。 10X ですかね。でサイズ表記のタグの方はちょっと欠損している状態です。で発色のいい赤ベースですね。しっかりまだダウンも詰まっている状態です。でジッパーの方はこちらロケットタロンが採用されております。はい、全体的に着用感程度ですかね。目立った小穴とも見受けられないです。表記あったとしたらこちらは XL ありそうですね。自分がゆったり大きく着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらターンクラフトですね。サイズ表記の方がスモールとなっております。でヌバックとウールの切り返しの仕様ですね。でジッパーの方はボータロンが採用されております。はい、でこちらの状態もかなりいいですし、ウールの部分もですね小穴と見受けられないです。でサイズ表記スモールで、自分がジャストぐらいのサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてカーハートですね。タグの方がこちらです。サイズ表記がスモールとなっております。でこちら中綿ですかねの仕様に、こちらナイロン地の切り返しですね。左胸にエピスが入りまして、ミッポケの仕様です。はい、まあ、いわゆるテック系に近いような作りとなっています。フードが取り外し可能なのもポイント高いかなと思います。でサイズ表記スモールですが、実寸でミディアムアップあります。自分がゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続いてミリタリーですね。 AOR2 のカモのゴアテックスとなってます。でサイズ表記の方がスモールのエクストラロングですね。着丈長く着たい方にはめちゃめちゃおすすめです。でもゴアテックスがまだまだ生きている張りのあるボディとなっております。
サイズ表記スモールのエクストラロングですね。自分が大きく着用できます。こちらでお値段の方がですね、19,800円と消費税です。続きまして M51 ですね。のフィッシュテールパーカーです。サイズ表記の方がミディアムですね。でこちらジッパーはブラストとなってまして、珍しいポイントとしてはこちらダック地の M51 です。はい。ダック特有のですね、いい当たりが雰囲気よく出てます。かなり仕上がった一点です。でこちら両袖のですね、カフスのボタンの方が、どちらとも飛んでしまっているような状態とはなっています、はい。で、バックの状態はこういった感じですね。でサイズ表記ミディアムで自分がゆったりと大きく着用できます。こちらですね、お値段が49,800円と消費税です。続きまして、こちら LL ビーンですね。サイズ表記のタグが欠損している状態です。でジッパーはこちらの ID のジッパーが採用されております。で無地のデニムのスイングトップですね。で襟元ですね、若干こういった感じでダメージは来てます。ただボディ自体はですね、そこまで目立ったダメージを覚えるとは見受けられないです。表記あったとしたらラージくらいですかね。自分がゆったりと着用できます。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きまして70505ですね。パッチ表記のはちょっと薄れて読み取れなくなってしまっております。で、赤タブスモール E のインディゴの1点となってます。でまだまだ色味残ってますね。85% ぐらいはありそうです。襟元こういった感じでちょっと使用感は見受けられます。でこちら嬉しいポイントとしては実寸が44ってところですね。自分が肩を落としてゆったりと着用できます。こちらでお値段が29,800円と消費税です。続きましてスペシャルですね。30のカーコートです。でこちらですね、はい、襟の部分がこういった仕様になってまして、若干ですね、ファーが抜けているかなっていうようなコンディションの見受けられ方ですね。で、裏地はですね、グレーとブラックのチェックの仕様です。で、レザーの程度なんですけど、こういった感じでちょっと使用感は見受けられますが、まあいい感じに味出てきてますね。で、しっかりウエストのベルトも残っている状態です。はい。年代で言うと30ぐらいですかね、かなり古いと思います。でサイズ感なんですけど、実寸で38から40といったところですかね。自分がジャストで着れるいいサイズ感です。こちらでお値段の方が98,000円と消費税です。続きまして、靴を1点ご紹介させていただきます。じゃあ、ティンバーランドのローファーですね。でサイズ表記の方がですね、ちょっと見えづらいんですけど、9となっております。はい。でこちら、ソールのすり減り等もですね、ほぼほぼ見受けられないミントコンディションの状態となってます。はい。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きまして、リーバイスのスウェードのパンツですね。こちら、タブの方、ビッグEの1点となってます。はい。で、状態としましてはですね、このボタンとジッパー付近にちょっとサビ汚れが見受けられるかなといった感じです。ただですね、スウェード自体はまだまだ状態よく生きてるかなと思います。で実寸で3030ですね。いいサイズバランスだと思います。こちらでお値段が39,800円と消費税です。続きまして、ラングラーですね。じゃあ、フラッシャーの残るデッドストックの状態となっております。はい。で、こちらタグの方、こちらですね。プリントのベルトになっております。6サイズ用のサイズですかね。で、こちら実寸で2420です。はい。ディスプレイとしてもサイズのエアお子様がいたらぜひおすすめです。こちらでお値段が29,800円と消費税です。続きまして、リーレディースですね。タグの方こちらです。ストレッチの仕様ですね。はい。で、こちらフラッシャーとはつきませんが、水の通っていないデッドストックの状態となっています。で、こちら実寸の方で2528ですね。サイズのある女性の方ぜひおすすめです。こちらで9,800円と消費税です。続いてもいいですね。こちらは200番です。フラッシャーの作るデッドストックの状態です。で表記の方が3133となってます。でリーバイでいう517に近いシルエットですね。もうマッコンコンの状態です。で表記と変わらず実寸の方も3133です。でこちらでお値段が15,800円と消費税です。はい、続きましてもリーの200番ですね。こちらですね。表記の方が3034となってます。で、こちらもですね、先ほど同様なんですけど、こちら内股の方がですね、縫製が内縫いとなってます。はい。ちょっと珍しいかなっていう一点です。で、こちら実寸の方で3034ですね。はい。こちらでお値段が19,800円と消費税です。続
続きまして、ショーツのご紹介させていただきます。最初にこちら、ラルフローレンですね。レディースのラインの1点です。サイズ表記が8となっております。で、デニムの仕様ですね。はい。で、バックル付きですね。ラルフらしい気の利いたディテールとなっております。で、こちら実寸の方でですね、ウエスト33インチとなっています。男性でも女性でも、サイズの良かったはぜひおすすめです。で、こちらで6800円と消費税です。続きまして、リーバイスの550ですね。パッチの方こちらです。で、表記の方がウエスト30インチです。しっかり USA 製の1点です。で、赤タブがオレンジですね。で、こちら深めの、ネイビーですかね。ネイビーと緑の配色ですね。珍しい1点だと思います。で、実寸の方でウエスト32インチです。サイズの良かったらぜひおすすめです。こちらで7800円と消費税です。続いてもリーバイスの550ですね。パッチの方こちらです。ちょっと表記の方読み取れないんですが、内側ですね。表記の方が33となっています。で、こちらも USA 製の1点ですね。で、色味がホワイトとなっています。で、こちら実寸の方で表記と変わらず33インチです。はい、春に向けてぜひ。で、こちらでお値段が7800円と消費税です。続きまして、カーハートのショーツですね。で、こちら嬉しいのがデッドストックの状態です。で、表記の方がウエスト32インチですね。で、まだ一切当たりが出てない綺麗なダック地です。この状態から育てていったら楽しいと思います。表記と変わらずウエスト32インチです。こちらデッドストックでお値段が9800円と消費税です。続きまして、カーハートのシングル2の方ですね。表記の方が3432です。ちょっとクリームっぽいグレーっぽいような色味ですね。で、こういった感じでうっすらとメイキトベが飛んでたりと、かなりいい感じに雰囲気出てきていると思います。で、こちら実寸の方で3631ですね。はい。サイズバランスいい点だと思います。こちらでお値段が12800円と消費税です。続きましてもカーハートですね。一発新しい年代の1点です。で、色味がグレーですかね。はい。こちらに関してはまだそこまでですね、当たりとかも出てなく綺麗な状態かなと思います。で、こちらダックではなく一発薄いキャンパス地の仕様となっています。で、実寸の方で3532ですね。サイズのある方はぜひおすすめです。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてもカーハートですね。こちら表記の方が3432となっております。で、こちらデニムの5ポケットの仕様ですね。もう雰囲気仕上がっていると思います。ペンキ飛びだったり、このエイジングの雰囲気めちゃめちゃかっこいいと思います。で、こちら実寸の方で3631ですね。サイズのある方はぜひ、こちらで7800円と消費税です。はい、続きまして M42 のヘリンボンツイルパンツですね。はい。で、こちらも玉数だいぶ少なくっていうか、だいぶ見かけなくなってきたなっていう印象です。で、そしてこのミリタリーの中でのペンキ飛びの仕様めちゃめちゃイケてると思います。ほんと一点物っていう感じですね。で、単色だけじゃなくてカラフルなペンキが飛んでるのもポイント高いと思います。で、こちら実寸の方で3031ですね。サイズバランスもめちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段が35800円と消費税です。続きましてこちらはリーバイスの505ですね。表記の方が3330です。で、赤タブスモールEですね。で、全体的にムラがある感じで綺麗に落ちた色味となってます。で、実寸の方でですね、3430です。いいサイズバランスです。こちらでお値段が12800円と消費税です。続きましてリーバイスの517ですね。ジッパーは42タロンとなってます。で、パッチは綺麗に取れてますね。で、赤タブの方がスモールEで、こちらポケット裏シングルです。517のシングルステッチとなってます。で、一箇所ですね、このバックポケット付近にちょっとリペアが見受けられます。ただ、それ以外はダメージは見受けられなく、綺麗な縦落ち出てると思います。で、こちら実寸の方で3931ですね。大きいサイズの517、お探しの方にはぜひおすすめです。こちらで25800円と消費税です。はい、ここから505のシングルがめちゃめちゃ入ってます。最初にこちらですね。ジッパーの方が42タロンです。で、パッチ表記の方が2832ですね。赤タブスモールEのシングルです。はい。で、こちらに関してはまだ色味深いですね。コントラストも綺麗に出始めていて、縦落ちも綺麗に出ています。で、レングスの方もですね、しっかりオリジナルのチェーンステッチとなっています。で、こちら実寸の方で表記と変わらず2832ですね。サイズのある女性の方、ぜひおすすめです。
こちらで 29,800円と消費税です。続きましても505のシングルステッチですね。ジッパーは42タロンとなってます。でこちらパッチ表記の方が3236ですね。赤タブのスモーリーも確認取れて、こちらポケット裏シングルとなってます。でこちらに関しては雰囲気完成された一点ですね。色の落ち方だったり、このダメージ具合、めちゃめちゃ雰囲気出てると思います。でこちらレングスの方もですね、しっかりオリジナルのチェーンステッチです。そして嬉しい耳付きですね。でこちら実寸の方で3136となってます、はい、足長い方いたらぜひおすすめです。こちらで 25,800円と消費税です。続きましても505ですね。でこちらジッパーの方は42タロンとなってます。でパッチは綺麗に取れていまして、赤タブスモール E のポケット裏がシングルです。こちらも505のシングルですね。でこちらもめちゃめちゃ雰囲気いい感じですね。うっすらとヒゲが出ていて、こういうポツポツしたダメージだったり、膝のこのパンク具合ですね。で裾付近もこういった感じでパンクしているような状態です。ただまあ色味めちゃめちゃ綺麗に落ちてるんじゃないかなと思います。そして実寸もいいです。実寸で3130ですね。サイズ合う方多いと思います。こちらでお値段が 39,800円と消費税です。続きましてもリーバイスの505ですね。ジッパーは42タロンです。でパッチは綺麗に取れていまして、こちらはですね、赤タブビッグイです。505のビッグイですね。でこちらもですね、いい感じにエイジング進んでますね。ヒゲがガーッと出ていて、縦落ちも綺麗に出ています。でしっかりですね、レングスもオリジナルのチェーンステッチとなってます。でこちら実寸の方でウエスト31インチのレングスが33インチ3133です。こちらのビッグイでお値段が 35,800円と消費税です。はい、続きましてもリーバイスの505です。ジッパー42タロンとなってます。でパッチは綺麗に取れてますね。でこちら肩部ビッグイです。505のビッグイですね。でこちらもビッグイらしい綺麗な青っぽい色味ですね。うっすらとヒゲ出て、縦落ちも綺麗に入ってます。そしてこちら嬉しい耳付きですね。レングスもしっかりオリジナルのチェーンとなっています。でこちら実寸の方で日給ですね。細身の男性女性の方はぜひおすすめです。こちらでお値段が 69,800円と消費税です。続きましてもリーバイスの505ビッグイですね。ジッパー42タロンとなってます。でこちらパッチは綺麗に取れていまして、こちら赤タブの方がちょっと欠損してはいるんですけども、はい、こちら耳裏ですね。シングルシングルなのでビッグイで間違いないです。そして耳付きっていうのも嬉しいポイントですね。で上からですね、ちょっと当て布的な感じでこうなっているようなエディペアの仕様となってます。ただこちらも全体的にですね、綺麗に色味落ちていると思います。はい、サイドの耳のあたりもめちゃめちゃはっきりと出てますね。でこちら実寸の方で3432ですね。こちらもいいサイズバランスです。こちらでお値段が 98,000円と消費税です。はい、続きましてもリーバイスの505ですね。ジッパーは42タロンです。でパッチ表記の方がですね、3832です。そしてこちら505では珍しい A タイプの一点となってます。でこちらもですね、色味綺麗に落ちてます。若干ですね、この辺に黒っぽい汚れは見受けられますが、もうこれは雰囲気として捉えていただけたらと思います。でこのサイドの耳のあたり見ていただけたらわかると思うんですけど、やっぱ耳付きの一点ですね。はい、でしっかりオリジナルのチェーンステッチです。でこちら実寸の方も3531ですね。めちゃめちゃいいサイズ感です。こちら505の A タイプで、お値段が 178,000円と消費税です。続きましてもリーバイスの505ですね。ジッパーは42タロンです。で、パッチ表記の方が3530ですね。505の30表記、嬉しいとこだと思います。でちょっとシャバシャバしちゃってますが、こちらもしっかりビッグイの確認が取れます。で、こちらもですね、色味いい感じですね。70% から 75% ぐらいは残ってますね。コントラストが出始めていて、綺麗に縦落ちも出てます。で、こちらもですね、耳付きでオリジナルのチェーンですね。耳付きの505結構多いっすね。でこちら実寸の方で3431となってます。こちらもいいサイズ感だと思います。こちらでお値段が 258,000円と消費税です。はい、次が501ですね。はい、でこちらパッチの方は綺麗に取れている状態です。そして赤タブはビッグイですね。501のビッグイです。でそしてですね、こちらウエストがシングルの仕様ですね。501のビッグイの中でも初期にあたる1点です。でボタン裏は2番となっております。
そしてこの深みのある色味ですね、まだ 90% 近くは残ってるかなと思います。全然ここからのり付けしていただいて楽しめると思います。アーケードがイエローなのポイント高いですね。でこちら実寸の方で3528ですね、はい、オリジナルのレングスで28です。めちゃめちゃいいですね。こちらですね、お値段の方が39万8000円と消費税です。続きましてリーバイスの501ですね。でこちら先にですね、隠しリベットに見える WX となっております。でリベット裏はですね、アルミとなってまして、パッチですね、はい、じゃあ 501EWX ですね。エクストラロングの E 表記です。で表記の方が3638となってます。でメイドイン USA が入って、まだオフセットの年代なんで、あと60年代初頭ぐらいの年代かなと思います。でこちら赤タブのビッグイもしっかり確認取れます。はい、まあ、この年始のですね、アーケードの抜けた感じがめちゃめちゃ雰囲気いいですね。で色味自体もかなりいい感じに仕上がっていると思います。天気飛びも最高ですね。でこちら裾の方はですね、上げられている状態となっております。まあ、シングルでこの感じで上げられているので、逆に自分のレングスに調整しちゃってもいいのかなと思います。で実寸の方でこちら3534となっています。こちらでお値段が29万8000円と消費税です。はい、続きまして D のこちら 101B ですね。そしてセンター黒です。はい、めちゃめちゃ雰囲気ですねこれ。でパッチの方は取れてしまってはいますが、しっかりピスが残ってます。はい、めちゃめちゃかっこいいですね。しっかり色味残ってます。でこちら裾の方はですね、上げられてはいる状態です。まあ、ただチェーンではしっかり上げてもらってるかなって感じです。そして片耳ですね、 D では珍しい耳付きの仕様となっております。でこちらサイズ感も裾上げられちゃってる分めちゃめちゃいいです。ウエスト34インチのレングスが31インチです。はい、お探しの方多いサイズ感じゃないでしょうか。でこちらの 101B のセンターブラックですね、お値段の方が35万8000円と消費税です。で本日の商品紹介は以上となります。ベイベージングループではスタッフの募集を行っております。詳しくはお電話でのお問い合わせ、またはダイレクトメッセージでお待ちしております。よろしくお願いいたします。